はい、皆さんこんにちは。大きなグレのいない関門ですけども、うまくいけば30センチも出るメカリの釣り場に行ってきました。はい、ここはメカリの塩水プールの前の釣り場になります。さあ、どうかな。だいぶ下の段が出てきたけど、まだ船が通った後はかぶるんでしょうね。で、ここにトイレがあって、その横には広い駐車場になってるからですね。じゃあいいですね。観光客が、結構止めると思いますけども、まあ、広いんでね、止められないようなことはないと思います。今日は左斜め前方からの風が結構吹いてますね。潮の流れは今手前に巻いたら端かなんかがね、びしゃびしゃ湧いてますね。潮の、まあ、上潮が右に滑っているのは間違いないと思います。あと東流れがねまだ始まってないんで、この流れがちょっと今のところよくわかりません。20メートルぐらい沖に泡が浮いてますけど、あれが潮目かも分かりませんね。ほとんど潮は止まってるようですね。で、風に押されて上潮だけが若干右に行ってるのかな、こんな感じです。釣れそうな感じにはなってきたけど、はい、よし来た、よし来たよ。ここやった、ここやった。ここやけど、まあいいか。
しょ。頭から尻尾の方に刺すけど、針先を極力出さないと。で、先打ち巻き絵を正面から右に、やや右に打つ。正面から右、やや右に打って。竿を左に倒して、あらら、なんか怪しい動きしよるから、怪しい動きをしよるぞ。そこ怪しい。なんかこれも来そうやな。よし来た。よし来た。よし来たぞ。よし来た。よいしょ、やっぱり。もしこのまま釣れるパターンに持ち込めればいいんだけど。このまま持ち込みたい、釣れるパターンに持ち込みたい。味かってどうした？まだいい潮になって危ないけど、いい潮。これは釣りやすいことですね。たまにはね、まだまだ手を引いたら引いたで、結構手前の方が危なかった。ここは今引いとるんですか？今引いとる。これ、知らんとここ落ちてこないで。え？引かないと落ちてこれない。これ、ここに道があるんですか？いや、そこまでないけど、それで真ん中ぐらいも。
入れんやった。あ、入れんやった。いやいや違う、最初から今日こっち。あ、そうだ。だって先週荒株釣りしよるもんがさ、ここでから黒結構足の裏の結構釣りよったりするけどね。あ、午前中中けど潮が1週間後やけ反対や。そうだけん今日は午後来たんやけど。あ、干潮の時来てた。干潮干潮で東流れだよね、本流が。で手前 はゆっくり左に流れよったっちゅうんやけど、今日は東に来てる。おしゃこ、こしゃの釣られたんですよね。もう顔出した。大丈夫ですか。これぐらいの。おお。え？黒。黒。黒を狙いに来たのに。女が来た。見て。あんまり起きない。あの、たまにで進んでる。不安で生きてる。おお。これは出しもできる。いや。この前ね、灯台のとこの横で釣ったやつはね、小さいけどさ、こんなんやけど、めちゃめちゃうまかった。うん、じゃあ、頑張ってください。あ、どうもどうも。釣れました？お、本命来たかな。本命ちゃんが来たかな。本命ちゃんが来たかな。あー、やっと来ましたよ、久しぶりに。玉身を、玉身をあげちゃった。玉身を、玉身あげてしまった。なんや、叩きおらんけバリじゃないのな、これ。いや、あっちの利者引っ張る。でも横行くね。おかしいな、おかしいな。止まらん。ボラかもわからんね、ほんと。なんだ、切られそう。あらかぶこんな引っか。そうやろ。そうやろ。えらい引いたな。え、あ、いい形や。25センチ。あ、いや、8ある。勝手に言える。35あるとか。あ、久しぶりに。よいしょ。ああ、やっと来ましたよ。よいしょ。もうメガネが。
よっ。あ、声取るわ、これ太鼓がある。飲まれてる。太鼓があるもん、ほら。太鼓が。ね。メカリにしちゃいいサイズ。よいしょ。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと。こっちから測って。おう、ここやけ。ああ、30。おいでさん、30あるわ。血は取れてないか。なんかやばい波が来たよ。やばい波が来たよ。今夜のね、ここまで。こんなの大きな船でもないのに。お、なんかかけたな。